今日も朝、起きた瞬間から分かってるんですけど、頭痛いな、なんかこめかみの奥が痛むなって。で、あ、そういえば台風が来るって言ってたなっていう感じ。分かりやすいのは大幅に気圧が一度に急に下がるとき、下がり始める1日前ぐらいからひどい頭痛が始まって、肩こり、ちょっと鬱っぽくなる、気分が落ち込む。天気によって悪化する痛みを、言うわけなんですけれども、痛みの中でも特に慢性の痛みが天気の影響を受けやすいってことが分かってるんですね。代表的に言えば片頭痛とか古傷の痛み、そういうようなものも皆天気痛に入ってきます。見た目で見えない痛みっていうのは、社会で生活しててとても辛い、会社でもいつも通り振る舞わないといけない、そういうところがやっぱり辛くて、もう少しこの症状が認知されれば、理解も得やすいのかなと思ってます。耳の、内耳に効くようなお薬、特に血行を良くしたり神経の興奮を抑えるようなお薬っていうのがいくつかありますので、そういうのを服用していただく。もう一つは、耳のマッサージを、丹念にやっていただくと血行が良くなってくることで、耳の感受性が落ちてくるから、天気が分かりにくいような耳に変えるっていうことですね。気圧などの気象データをもとに、体調不良を予測することのできるアプリです。気圧の影響を受けるいわゆる気象病、天気痛というものを予測することができます。